はい、ね、塚川選手ね、FC 東京完全移籍ということで、FC 東京が移籍先っていうのがね、意外でしたね。うん、てか東京そういう選手好むんだっていうふうに思って、まあ、その、今までもね、まあ、川崎から FC 東京っていう流れは、まあ、あるんですよ。佐原選手だったり、吉田だったり、ね、まあ、あるっちゃあるんですけど、なんだろう、ね、塚川選手を好むと思ってなかったで、もっとなんか足元の上手いタイプの選手だったり、ね、結構主力どころを好むのかななんて思ってたんで、ね、塚川選手を選んだっていうのはちょっと意外だったのかなと。まあなんだろう、実はね、FC 東京、ね、2021年シーズン終了後、ね、清水選手に、ね、レンタルでね、接触してたんですよね、レンタルでの獲得として。で、川崎としては、まあ東京としてはレンタル。で、川崎としては、まあ完全移籍。移籍金もらっての完全移籍ってところで、ね、まあ、いろいろ交渉してたんですけど、ね、なかなか話がまとまらず、移籍が消滅したというね、ことがありましたが、ね、移籍消滅して結局清水残留っていうことになりましたが、ね、なんだろう、東京はね、そういう、清水選手だったり、今回塚川選手だったり、川崎の選手を割と欲しがっているのかなと、傾向が最近ありまして、アルベル監督の、ね、意向なのか、フロントが、ね、川崎の選手好きなのか、よく分かりませんが、ね、結構川崎の選手を割と欲しがってるんだなっていう。で、今回、その、高萩選手がね、FC 東京、栃木 SC へ期限付き移籍をね、しまして。で、高萩選手といえば、まあ、FC 東京で言えば、まあ、インサイドハーフだったり、アンカーのポジションではありまして、まあ、そこのね、高萩選手が抜けた穴を埋めるっていうこと。で、さらに、まあ、どう埋めるかっていうと、まあ、高萩選手と、塚川選手ってね、全然プレースタイル違うんですよね。高木選手はパスっていうところ、まあ、ボールを扱う技術っていうところで力を発揮する選手で、ね、塚川選手はハードワークだったり球際の強さだったり、まあ、フィジカル的なところで、力を発揮するタイプなので、全然役割がもうタイプも違う。ただし、その高木選手っていうのはね、183センチある大型の選手なので、まあ、同じ大型の選手ということで、塚川選手184センチということで、まあ、高木選手と同じ大型の選手を、まあ、欲しがっていたのかな。で、川崎に、まあ、塚川選手、清水選手いて、で、清水はね、年俸も高いし、ね、まあ、また揉めるだろうと。で、そこで、まあ、塚川選手に、まあ、目をつけたんだろうなと、と思ってはおりますが、ね、まあ、フロントの意向なのか、アルベル監督の意向なのか分からないですけど、まあ、その、FC 東京のサッカーはね、今シーズンから、ね、アルベル監督が就任して、ね、今まで長谷川健太監督のね、堅守速攻スタイルから、やっぱボールを扱う技術っていうところを生かして相手を圧倒するっていうね、まあ、ボールポゼッション、そこで、相手を圧倒する攻撃的なスタイルっていうのを志向しているので、まあその同じね、川崎フロンターレも、ね、ボール保持で相手を圧倒する、ね、そういう攻撃的サッカーをしているので、まあその同じスタイルのね、川崎フロンターレから、まあ、選手が欲しいといったところなのかなと。まあそこもね、間違いなく考えられると思いますがね。まあ、そのアルベル監督のね、サッカーに適
起用できそうな選手だったり、ね、他のクラブで、ね、ポゼッションサッカーを経験してきた選手、まあ、そういう選手をね欲しているのかなと。まあなんだろうね、新潟アルベル監督、去年まではね新潟で監督やっていたわけでね、新潟のね教え子たちを引き抜きたいところではあるんですけど、新潟が今 J2 1位で、でまあ多分そのままね順調にいけば、まあ J2 J1 昇格、さらには J2 優勝っていうね、可能性が出てきていて、でそんなね J2 優勝できそうなクラブなのでね、さすがに出ないだろうなと新潟から。うん、まあ、本間慎也選手はまたね海外なのでまた別話は別ですけれど、さすがにね優勝できそうなタイミングで他のクラブにねステップアップするなんてあんまり考えづらい。うん、だから獲得は厳しいと。そうしたらね他のね、川崎だったりね他の自分たちでボール握るっていうスタイルを志向しているクラブからね選手を取るというのがまあことなんだろうなと、ね、あとそういうまあところでね、川崎から取りに行ったんだろうかとは思いますけれどね。どうなんでしょうね。FC 東京っていうのがね、ちょっと意外でね。東京だとね、どこで使われるんでしょうね、塚川選手。まあ塚川選手というとね、基本的にはフロンターレの時はアンカーで、時にはまあセンターバックやったり、サイドバックやったりとかしている選手ですけど、松本の時はね、シャドウもやってましたよね。はい。まあ後ろから前までどこでもできるっていうね。もちろんダブルボランチの一角に入ることもできるし、インサイドハーフもできる、そういう選手でありますが、東京が今多分アンカー東がやってるでしょ。で、青木もいるでしょ。ねえ、どうなの？東のところに塚川入るのかな？で、東もっと一列前とか。ここだと、安倍修斗と梶浦選手っていうのがね、結構アルベル監督好んで使ってますけど、出て、若い有望株がね、いますから。松木玖生はね、不動ですから、もちろん。うん。東京の司令塔ですから。間違いなく使うんだけれども。ね、どこで使われるのか。それか、東アンカーのままで、塚川を安倍修斗のいるインサイドハーフで使うとか、って感じ？どうなんでしょうね。前線で使うっていうイメージはあんまりわからないけどね。前線はだってディエゴ・オリベイラもいて、アダユートもリアンドロもいて、渡辺龍馬もいて、山下選手もいて、今野選手もいますからね。なかなか前線で出番はあるかっていうと、そうそうないでしょう。それか何センターバックで使うとか、森重、木本、エンリケ選手もいるでしょ。あと他に FC 東京、なんだろう、生え抜きの選手で結構センターバックね、有望株いますからね、なんとかなる気がするんですけどね。あとサイドバックとかもね、結構若い選手いますからね、東京は。まあ、インサイドハーフかな、東京だと。まあ、アンカーっていう可能性もありますよね。アンカーがまあ、インサイドハーフだろうからと思います。まあ、でもね、味方がね、怪我した時とか、緊急でセンターバック入ったりとか、サイドバック入ったりできるので、まあ、そこのユーティリティ性は東京でも生かされるのかなと思っております。まあ、東京、自分ね、移籍するなら、俺って、なんか、ねえ、重弘選手抜けた穴を埋めるために、福岡が取るとかね、なんか、それか、川崎の選手、この分、名古屋とか。まあ、名古屋、結局、長木選手取っちゃったからね。まあ、いらないんだろうけど。で、ジュビロとか。ジュビロ元川崎フロンターレの選手、星取る。
傾向がありますから、ヨシとラルフとか森谷健太郎とかね。まあなんか福岡、名古屋、岩田あたりが考えられるのかなと移籍先として思ってたんですが、ね、結局まあ東京っていう。個人的にでもね、ベルマーレとか湘南ベルマーレとか、あと長喜二監督の京都サンガとかね、サガン鳥栖とか、あと J2 の千葉とか横浜 FC とか結構活躍してたんじゃないかなって思いますけどね。特にね、あの湘南、京都、鳥栖とかはね、ハードワークを志向する、ハードワークっていうのが求められる、ね、チームですから、やっぱ塚川選手っていうのはハードワークが武器で、ね、やっぱ塚川選手のプレースタイルとその目指すサッカーの志向っていうか似てますから、一致してますから、湘南、京都、鳥栖っていうのは。で特に京都とかはね、後ろ目のポジションの選手がね、湘南もそうですけど、攻撃参加するなんていうところも求められますから、塚川選手はね前のポジションもできるし、得点力とかね、そういうところが存分に生かされるかと思うので、ね、結構活躍してたんじゃないかなって思いますね。はい、今トスとかもね割となんか怪しそうな気はしますけどね。あとはユン・ジョンファン監督もね、そういうハードワークをっていうところをね大事にする監督ですから、ジェフ千葉とかね、あとは横浜 FC とかハイネルの相棒役として、まあ横浜 FC の3バックってね、岩竹選手、中村拓海選手170センチ台で、でガブリエウが180ちょい、ちょっとね、スリーバックの高さが不足しているんですよね。塚川選手は184センチありますから、そのスリーバックのね、選手たちの高さ不足を補えることができる。まあ、そこで、まあ、ハイネー選手とダブルボランチ組んで、みたいな感じで、ね、結構活躍してたんじゃない、できたかもしれないですけどね。はい。FC 東京行っても川崎以上の活躍がね、見せてくれれば、ね、嬉しいですね。で結構 FC 東京のサポーターからはね、非常に歓迎されているというか、結構塚川が来たとかね、結構皆さん喜んでいる方が多くて、ちょっと個人的には嬉しかったですね。はい、あ、そんなに評価されてるんだっていうね、ちょっとそこは意外だったなっていう、ね、結構、ね、島田北斗も欲しいんだとかね言ってるサポーターファンの声もありましたが、うん、すごくファンからも愛される選手になっていくんじゃないのかなと思っておりますが、果たして塚川選手のね、FC 東京でどんなね活躍を見せてくれるのか、まあ、移籍した後でもね注目していきたいかなと思っております。